いよいよ7月3日夜11時59分から、私が主演しました、ドラマ、獣医さん事件ですよが、スタートいたしました。このドラマはですね、可愛い犬と可愛い子供とそして美しいマドンナが登場する、爆笑痛快ヒューマンハートウォーミングコメディでございます。吉本美優という我が社一押しの女優と野際陽子さんという芸能界の重鎮、この3人が血のつながらない3人の家族をやっております。そこから浮き出てくる家族のありようとか絆みたいなものが非常に胸に刺さるものがあるかと思います。そしてペットから見えてくるその家族の問題点、愛憎劇事件が起こりまして、それを全部この獣医である私が引き受けちゃうという、そういうドラマでございます。主人公柴健太郎先生の娘柴ひな子を演じさせていただきます吉本美優です。私はですね、このドラマが実は初出演ドラマとなります。毎日本当に勉強になることがたくさんあって、陣内さん野際さんの背中を追いかけながらというか背中を見ながらいつもいろんなことを挑戦させていただいています。私が思う見どころとしては、一番は柴犬先生と花井さんと私ひな子っていう3人の家族で、また別の家族のことをどんどん解決していくんですけど、やっぱり年齢層が3人とも違うので、どの目線から見ても健太郎さん目線で見ても花井さん目線で見てもひな子目線で見てもどの目線で見ても絶対面白いですし、共感していただけるところはあると思いますので、そうやって、そういう風に見ていただけるとより楽しめるのかなと思います。毎週木曜夜11時59分からはぜひ獣医さん事件ですよをご覧ください。陣内孝則でした。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。